剣と魔法のログレス、イニシエの女神。どうも、ワールド1初期勢、エンジョイ勢、クソ動画を上げているエゴです。よろしくね。はい、どうも。最近、あれだね。アナスイ見ないね。どうも、ワールド1、ワールド6、ワールド11合併したワールド1で遊んでいるエゴです。はい。うん。まあね、ネタないんだよ。ネタはないよ。そう、今日ね、スプレー缶 EX クリアさせていただいたんですよ。ガネで行って、コクタテ、メサタテ、ハタとシルフとサルで、行きました。っていうか、これしかないから。多分、正直な話、ハタ4の世界だと思うんですよ。何回か失敗してて、やっぱり旗4欲しいかな、でも行こうかみたいな感じで行ったらクリアさせていただいたんで、ああみんなうめんだなと思いながら、感心して、ありがたいなと思っています。攻略動画俺の動画に攻略動画必要っていうぐらいさ、俺真面目にクソ動画を作ってるタイプなんで、他の方の動画を見ていただいた方が確実かなって思っています。こんなログレスネタ系 YouTuber はどう？もう自分でね思うもんね、本当にね、残念なチャンネルだなと思ってるけど、それでもね、地も積もれば山となるっていう感じでね、月間の視聴回数3000超えてるんですよ。3000ですよ、月間。昔じゃ考えられなかったね。俺ね、YouTube 始めて3年か4年ぐらい経つんだけど、最初の頃は月間だって2、3視聴回数ぐらいだったよ。それに比べると今1000倍だからね。嬉しいよね。もしこれからね、ログレスの YouTube 始めるとしたら、ガチャ動画を絶対やった方がいいよ。俺もやりたいもん。あとね、強靭なメンタルは必要だね。俺に限ったことだと思うんだけど、この動画ってだいたい9割以上はクソじゃないですか。だいたい8割、9割ぐらいの人は私の動画に嫌悪感を抱いていて、数パーセントの方が、なんか面白そうだなって来てる感じなんだよね。っていう感じでね、開き直ってクソ動画を真面目に上げている次第でございます。それではまた他の動画で会いましょう。お疲れ様でした。